ドバルガです。ホームスナードームスタグです。すげえ前に、ムッサング君が知ってるビジュアル系バンドっているんすかみたいな動画撮ったんですよ。最後になんか、小袋とか違いますよねって言って終わったやつなんですけど、結構その、なんか音楽どの辺知ってんすかみたいな話をちょくちょく動画内でも出してて、ムッサング君がこう、斜め上の回答を出すことが多くて、ちょっと面白いなと思ってるんですけど、実際、あんま興味ないじゃないですか、音楽。けど、知ってるものはあるやん。だからこそなんですけど、前はビジュアル系バンド知ってるバンドいますかって聞いたんですけど、ちょっともういろんなジャンルでこのジャンルのアーティスト誰か知ってますかって聞くんで、言える限り答えてほしいんですけど。いいよいいよ。まあでもまあやっぱ今こうやっぱ世界的っていった部分で言うと K-POP、 カラとかね。ああいいですね。あと少女時代とかね。あいいですね。あー違えか、あれは女子12学部も違うよ。あれ中国だもんね、あれね。シーポップだわ、どっちかというと。いやーそろそろ危な、もうないな、もうないな。マジか、もうない、うん、女ばっかやん。あ、そっか、男もあるよな、ごめん。東方神起とか。ああそうですね、東方神起。ビッグバンとかさ。おお、いいね。そのぐらいかな。なるほどね。あれカンナムスタイル一応 K-POP ですよ。あ、そっか、CSY もそうか。これ多分動画でも毎回出して、うわ知らんなーってなったんだけど、その BTS とかやっぱ期間のなんかその持ちきりだと思うんだけど、話題ね、メディアでね、なんか聞くけどね、なんか全然その辺は分かんない。でも結構でもなんだ、知ってるよね、結構俺らの学生時代に流行ってたっつうか、っていうアーティストは全部出てる。じゃあジャニーズは、ジャニーズはだから嵐とかさ、光源氏とかさ。おお渋っ。ね、あと海援隊とかさ。し、え待って、海援隊は違くない？海援隊って違うっけ？え、武田鉄矢でしょ、だって。あ、そうだっけ。そうだよ。タッキーやん翼とかさ。あー、なんかよく出すよね、ムスタング君、タッキーやん翼。堂本光一とかさ。いや、まあそうなんだけど、そこ出したら、その堂本光一がいるグループっつうか、そのユニットっつうか。堂本光一、あ、そっか、光源氏だっけ。違う。あ、キンキキ。あ、結構ね、知ってるよ、あとあれとかイケメンとかね。イケメン？いなかったっけ、そういうグループ。男前って。え、それもしかしてめっちゃ最近のやつじゃない？美少年か。美少年、美少年知ってんだ。美少年は知ってる。それこそスマップとかね。そうスマップね。あとなんか最近のあげときたいな、1個ぐらい知ってるよってのな、ナウのやつ。お、なんだ、お、来るか。ケンティーとかね。中島健人。そうなんで個人名なの？中島健人がいるグループは知らないですか？うわ、なんだっけな。結構なんだ、あの人口走ってるっていうか、そういう雰囲気出してる。いやー、わかんねえな。セクシーゾーン知らん？あ、セクシーゾーン。そう知ってる。なんとかセクシーとかってやるでしょ、よくケンティー。なんとかセクシーはわかんない。いや、わかんねえよ。限界っすか？そうだね、結構ジャニーズは出した。もう波の人以上に出した。関ジャニとかさ。関ジャニとかね。カトゥーンとかね。お、いいじゃん。知ってるけどね、あえて言わない。何なんだよそれ。